はい、皆さんこんにちは。今日は2016年10月7日金曜日です。ちょっと渋めに始まっておりますが、本日ね、撮影に使用している機材は XT2 になります。XT2 にですね、レンズは 16-55mm、2.8 投資をつけております。そして、フィルムシミュレーションの方はアクロスの白黒ですね、で撮っております。いかがでしょうか。ちなみにですね、セッティングの方は基本オートになっております。露出からね、すべてシャッタースピード、 ISO すべてオートですねになっております。でですね、F 値は 2.8 ですね。あとは何をお話しすればいいかというと、そうです、AF じゃなくてですね、 AF システムですね、はコンティニュアスを使っております。なのでね、先ほどこれを先にやってるか後にやってるかちょっと分かんないんですが、撮影したこうちょろちょろ私がね動き回ってる撮影したものはね、あれは同じセッティングでコンティニュアス撮っているので、どこまでね私の顔を追尾しているか、それがね気になるところですが、いかがでしょうか。で、まあね、AF 速度自体は結構ガッチはね、速い方ではないかなとちょっと思ったんですが、追尾に関してね、どれほど追いつくか。一応ね、顔優先で動画の方は撮影してたので、まあ僕の顔を追ってどれぐらい AF が合ってるかなっていうのがね、ちょっと心配なんですが、そこら辺だけね、ちょっと注意してみてください。まあ今回は AF のXT2 に関する AF の追尾機能の、ね、強さと、あと、ISO に関してちょっと撮影していきたいと思うので、そこら辺をねチェックしてみてください。はい、一応ね今手持ちで歩いております。キッチンですね、ちょっと散らかっております。で今ね、ISO はオートで撮っております。そしてね、先ほど言い忘れたんですが、音声は全て内蔵カメラじゃないやカメラでね、内蔵マイクですね、で撮っております。なので、ね、音は多分あまり良くないと思いますが、今からね ISO チェックをしていきたいと思います。ただね、今オートなのでこれをねローに落とします。これローですね。今肉眼よりもっとねこっち側に来るとだいぶあれなんですが、今肉眼よりちょっとねローで明るいかな。ああ、そうか。なるほど。今わかりました。ちょっとね、あれですね、撮影中は、いじくれないんだ。なるほど。撮影中はね、今、いじくれませんね。いじくれない。シャッタースピードも全部いじくれないね、これ。はい、これが、ローになります。徐々にね、今、上げていくことができないので、今、ローを撮影しております。はい、ISO250 ですね。こちらが ISO250 です。はい、ISO320 ですね。断然暗いですね。肉眼より全然暗いです。はい、こちらが、ね、ISO400 になります。まだね、暗いですね。こちらが ISO500 ですね。ISO500。はい、ただいま ISO640 になります。はい、こちら ISO800 ですね。ISO800。はい、ISO1000 ですね。まだね、ちょっと肉眼より暗い感じですね。ISO1200 になります。ISO1200。はい、ISO1600。今が肉眼ぐらいかなって感じですね。1600で。はい、ISO2000 になります。はい、ISO2500 です。はい、ただいま ISO3200 です。ISO3200。はい、ISO10000になります。ISO10000になります。はい、こちらがね、ISO12800 ですね。最高ですね。になります。ノイズは結構見られるのではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、ということで、ISO と、ね、AF を見ていったと思うんですが、いかがだったでしょうか。ちなみにですね、あのフィルムシミュレーションに関しては最初に撮ってたのが、標準の、ね、STD ってやつですね。 STD なんで正式名称を言いますと、なんだろう、STD はですね、スタンダードですね、プロビアですね、プロビアになります。で今撮ってるのがクラシッククロームで撮っております。で、白黒になってたのがアクロスですね。なので、まあ、色の違いもね、富士山の動画の色の違いも楽しめるのではないかなと思います。で今回の音がね、悪くても良くても、このままね、補正何もかけずに、流しますので、音が悪かった場合はご了承くださいということです。またね、外に持ち出していろいろ撮影、XT2 でね、ちゃんとしたというか、比較動画とかではなくて、綺麗な動画を撮りたいなと思っているので、また時間があるときにアップしたいと思います。それでは皆さん、良い一日を。